はい、こねぎもりもりです。今回はね、ちょっと普段とね、マイク違うと、普段とね、マイクがね、違うと思うんですけど、ちょっとね、今実家にね、帰省中でしてね、ちょっとマイクをね、持ってこれなかったんですよ、残念で。はい、ごめんなさい。なのでね、内蔵マイクでやっています。ごめんなさいね、帰ったらね、ちゃんと前みたいのね、マイクにしますんで、ご了承ください。ではね、今回はね、トリエッセで行こうということですね。トリエッセをゲットしたんで、まずミサイルがハイコア、そして魚雷がアスター、そしてね、攻撃機が A14B、 そしてドローンが CH4、 そしてヘリがマリンで、こんな感じですね。で、特徴的といえばやっぱりこのラピッドファイアですね。このラピッドファイアの8機、これがやっぱ強いです。そして、ね、魚雷もね、2枠とミサイルが2枠、これもね、あるのは十分嬉しいポイントですね。ではね、行きましょう。はい、来ましたね。トリエステですよ。このね、ビルみたいなこの環境ですよ。これがやっぱいいですよね。ちょっとね、いつもとね、マイクが違うんで、声がね、ちょっとこもったりしてるとは思うんですけど、ご了承ください。ごめんなさいね、本当に。行きますか。やっぱパーティーの達人多いですね。行きましょう。よいしょ、リレンがいますね。とりあえずリレンね、やっていきたいところですね。リレンをね、マークして、ちょっとここ写真撮るな。いや、いいでしょうか。いいですか。どうしよう。痛い。おっと、これ2枠打てるようになったの。消えたわ。でもこれマサチやん。マサチも体力減ってるんで、マサチいけますか。トリエステはね、やっぱせっかくトリエステ使ってるんでね、ちょっと体感能力をね、見せたいところですね。この手法ね、ちょっと自動なんですよ、これ。ちゃんとマークできるんですよ、この手法。いいですよね。エイムがね、苦手な人にはね、このクーポおすすめですよ。あとね、全然体感火力もね、あるんで、おすすめではありますね。こんな感じで逃げられても空母でやる。巡洋化をね、ちょっと火力、低くしたぐらいのね、体感火力あるんでね、全然ね、パングとかよりも火力は強いって感じがしますね。難しいですね。これですよ、これがいいんですよ。いいですね。これがね、強いですね、やっぱり。これがね、非常に強いです。やっぱこうやってね、見てもらったら分かるんですけど、こんな感じで、ね、体感能力が非常に強い編成となっておりますね、トリエステ君は。いやーね、A14B も強いですね。OKOK。あとはね、空母だけです。いましたよ。空母じゃない。潜水艦だけですよ。こんな感じでね、手法もね、精度いいんでね、面積は少ない潜水艦にも結構当たります。あと、魚雷撃ちまくるな、この野郎。チャフじゃない。デコ撃たんじゃないか。ね、ちょっと突っ込んじゃいますか。ドローン飛ばしつつね。やっぱなんかトリエステ、やっぱ形いいですよね、こんな感じで。トリエステは、これはギリ無理かな。こうやってトリエステがね、主役なので、ちょっと突っ込んでいきますけどね。皆さんはね、あんまり真似しないでくださいね。こんな感じで魚雷をね、核魚雷しちゃって、もう対戦ゴリゴリですよ。あとね、内蔵マイクなんで、ちょっと雑音もね、いろいろ映ってるかもなんですが、ご了承ください。本当にごめんなさいね。OK、GG です。こんな感じで、体感能力に関してはね、パングよりは強い気はしますね。はい。とりあえずね、ガチャで当たった方は、ぜひね、使ってみてください。ではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。